じゃあ今回はね、タイトルコールやりたいんだよね。ほら、なんか、みんなやってるじゃん。あと、前回あったっけ？あれ。なんか、挨拶の時に、誰一人として名乗ってなくない？って思った。あ、でかに。も、まあまあ、まあ、編集編で集なんでとか出してたる。から、そうそう。じゃまあ、わかりやすいからいいか。あね、俺が、あんたらって言ったら、カンタラみたいな感じでやりたいんだよね。わかんない。何それ。わかんない、わかんない。カンタラー。だから、なんとかかんとかみたいな。わかんない。俺がなんとかって言ったら、かんとかみたいな返してくれると嬉しいんだよね。じゃあ、カンとかって返せばいいんですか？かんとか。かんとか、まあいいでしょいいのか、これは。う。じゃあ、いくよ。ガーティックー。なんとか。ほんとなんとか。に来るんだ。まあいいけどいいけすごど。いじゃないですか。俺それで「うん」って言われると思ったから、なんとかってボケようと思ったら先にやられちゃったんだよね。ルールなんだけど、みんながそれぞれお題を決めて、で、違う人がそのお題に合わせて絵を描いて、で、今度その絵が何の絵なのかっていうのを当てるっていう、そういうね、簡単なね、お絵描きゲーム。3人じゃあとそのも、まんますね。そう、3人とも絵は得意。いや、そんなに時そんな間に。かけて書くんだったら、まあ、そこそこ。まあまあ、いいでしょまあまあ、いけるいける。う。いけるいける余裕余裕。余裕。じゃあ、早速やっていこうか。あ、そう、お題をね、決めようと思ってて、最初ね、簡単なのからいきたいから、動物で。まあ、OK ですよ。OK。いけるいじけゃあ、る。いくよ。はい、スタート。あ、スタート、こっちだ。スタート。まあ、動物だからね。動物だからな。動物だから。動物って思い浮かばないな、思ったより。めっちゃ思いつきます。いや、まあ、簡単なのでもいいのに、それ、これそれででいいいや。くかな。あー、まあなまるほあまあ。ど。どんなんだったかわからないな。むもうず。このままじゃね、こんな常。まあ、狐 今みたいなもんっすよ。聞こえちょったとよ。似たあ、ようなもんっす。似たようなもん。どうしよう、これはなんて書いたらいいんクソだ。がよくないんだけど。一つ目小僧がで、あ、やばいやばい。怖い。何これ。手書きだと割と厳しいかな、これ。誰か分かってくれ。待って、割と厳しいかもしれない。これでわかるでしょ。むず。これでわかるでしょ。もうこれでわかる。こんなんでいいかな、でも。よし。いや、ああ、まあまあまあ。なんかドリルが出てきた。ドリル。ドリルって。まあ。何これ？いや、まあ、なんかトナカイみたいなの言うんだけど、何これ？トナカイ？多分それ私かもしれない。え？下手したら。足2本しかない。いや、ごめん、それはマジでごめん。いや、多分合ってる、多分。多分、ゃあ、あんちょっと公開処刑タイムで。まり。うわ。これだよね、多分、鹿みたいなのって。多分そ多れ。分、ああ、これ。あ、なるほ2ど。本なの、これ。よいかやった。よくわかった、よくわかった。オッケーオッこケー。のまあ、わかったんだろう白黒な。がなかったら、死んどった。これめっちゃむずい。待って、これは難しすぎる。おお、うまい。
うまい。後ろ流すが伝わんないんだよな。伝わらない。自分でも後ろ流すが何なのか分かんない。そう、俺でもよく分かんないね。あ、これこれ、きつね。え？俺自信ありますよ。ドリルじゃねえ。キツネですよ。鉛筆で。黄色はキツネですよ。黄色で三角っぽいのは全部キツネですよ。まあ、伝わるけど、伝わるけど鉛筆ですね。まあみんなの何でレベルが分かったと思う。まあでもやっぱ美大受かるレベルかなみんな。うん、これで受かんのかすごいな。まあもうちょっと頑張れば美術館も狙えるかなっていう。おおマジか。そしたら勉強しなくていいかなもうこれ。そう これで生きていける。これで生きようか。生きていけるのこれ。次な何しようか悩んでんだよな。じゃあ何がいいと思う。何がいい。ちょっとお題難しくしませんかね。あじゃあ料理で。あ大丈夫。だいぶ難しいけど。まあまあ大丈夫大丈夫。ちょっと自信ない。知らない料理が普通に出てくるかもしれない。ああそれはわかる。あーでもありそうだな。じゃあ開始しますよ。はい。なんだろうな。いやーまあこれはわかるかな。オッケー。これはちょっと嫌な予感がする今回。非常に嫌な予感がする。こんな気がする。料理むずいな。ちょっと見てみようか。わかんない。カレー。カレー。うん。嫌な。これは。いや、紅生姜うまくないと思った。これはわかる。これはわかるわかる。念のため皿のところに福神漬けかな。それは確かに。福神漬け。うん。まあ、そんなもそう。紅生姜じゃん。まあまあ。え？え？まあ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 。これ難しすぎだよ。いや、わからんわからんわからん。わからん。これでしょ。あ、わかった。え、そういう形式ですか。いや、もうカツ丼としか伝わらん。あ、でもこれカツ丼って伝わったのすげえな。ね、すげえな。いや、牛丼とかいろいろとあったのに。なんとなく形。形なんか、昔食べたことのあるカツ丼をなんとなく思い出して。これでカツ丼すげえな、本当に。ね、すげえわ。あ、ナポリタン。まあ、ちょっとね、最近家で作ったので。いや、頑張ったし。頑張ったし。これ伝わったのやばいでしょ。すごい。いや、これ伝わったのやばくない。麺類とかどうやってくるかな、あんなの。これ白いのなんだろうってずっと思ってたもん。え、なんか玉ねぎかなんかっていう。あはは。いや、多分なんか玉ねぎとパプリカが入ってる。パプリカ。これは分からなかった。分かったけども分かんなかった。すげえ、絆だった。すごい。ちょっと難しくなってきたね。ちょっとさらにレベルアップいきますか。じゃあ、行きましたね。誰の家の押し入れにもありそうなもの。あのさ、一人違うんだよ、私。これボケたらそんなことになりますよ。誰のだけど、まあ、自分の家の押し入れでもいいと思う。まあ、自分自身が入ってるなんてことないだろうけど。ね、ないだろうけど。俺、押し入れに入ってる人見たことないわ。ちょっとやってみようか。いや、まあでも、かくれんぼとかで隠れたりはするじゃないですか。家の中でまずかくれんぼしない。嘘でしょ、やらない。外でやろうよ。いや、私割と家の中で一回やったことあるんだ。マジか。押し入れの中に。これないで。普通に押し入れの中に隠れた。ちょっとやってみましょうか。オッケーっす。怖いな、だんだん。何があるか。怖いな、なんか。何が。
中にあるものです。あー待って、名前ごめんなさい。これはある、絶対ある。いや、これはあると思う。分からん、捨てる人もおるかもしれん。これは多分あるかな。あー、そうきた。ありませんって、こんなの。いやー、私これそのまま入れてんな。多分ありませんよ、こんなの、うちに。やばい。むずい、これ。ありませんよ、こんなの。世代じゃないよ。世代関連わかんない。だ、こんなありませんよ。見たことねえよ、こんなの。まず、それ言うんだったら私のお題もどうすればいいよ、これ。あるけどあんま見ないやつを書いた。あるけど、まず押し入れの中にないんだよな、これ。こんなんありませんよ。え、わかるかな、これ。やばいな、これ。お通しなん、これは。あんまりまず、ちょっと、わかりやすいように他のものを変えといて、わかりやすくしたらわかる。多分いけそうな気はする。いや、もうわからん。これやばい、これやばい。あの、下手したらね、みんなここに食っとる。下手したらこれバレちゃう。やー、どういうこと。何、下手したらバレる。いや、なんか卒業式。あ、なんかそれ自分の気がする。自分だけ。あ、やばい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 、ちょっとしちゃったような気がする。ああ、画力ない。とりあえずちょっとそれ関連のものも出して分かるようにはしといた。画力ない、こんなの。やばいぞ、これ簡単なのに難しいっていう。いや、これは難しい。分かってくれるかな。分かるかな。あ、しまった、これどれが本体か分かるかな、そもそも。あ、確かに。いや、本体どれか分かんない。なんだっけ。追加で一応ちょっと書いといたけど、分かんないかもしれない。真ん中あたりに電子、これで伝わるはず。これで伝わって。あ、なんだこれは。あ、色きたわけね、なんか。なんだこれは。なんだこれ。あ、でもまあなんとなくわかんなくはないかな。これはまあ押し入れの中にこれがあるってことです。そうそう、押し入れの中にあるものだからね。押し入れの中に人がいるかも。これあるでしょ、これ。いや、世代じゃない、これは。いや、わかんない。スーパーマリオでしょ、これは。いや、写真って思うじゃん。思っちゃう、それは。下の金色のやつ。カセットに当てられたやつじゃん。いや、私ファミコンのカセット見たことないよ。あ、マジか。自分もないよ。あれ高いからさ、なんて取っときたくなっちゃうんだよね、捨てると。あ、もったいない。いや、あの、この赤色の帽子と青色のつなぎみたいなやつと後ろの土管で。いや、わかんないマリオ3歳の時の写真みたいな。あの、写真と虫かごに見えちゃう。あ、卒業アルバムか。え、これいいんじゃない。そうなんか下にそっち、いろいろあったから、なんか思い出かなって。思い出。あー、思い出になっちゃった。いや、まあ、言うけども違う。アルバムの方。ずれちゃった。これもね。もう、え？あ、そう、え？そういうことか。もう、これは。スポンでしょ。布団になっちゃうか。この分厚さはスポンでしょ。しかも。押し入れの中にこれがあるということは、押し入れの中に人もいるということ。あ、いつのことになっちゃった。やばいね、だんだんちょっと崩れてきたね。だんだんちょっとやばい、ちょっとやばいな。次
次何しましょう。次なんかあるか。ちょっと怖くなってきたな、いろいろと。あ、じゃあ誰でも分かるゲームのキャラみたいな。あ、自分さっき書いた。あ、書いてたね。えー、いや、一つ思い浮かぶのはある。大丈夫そう。え、待って、まあ、ジェネレーションギャップないと。ないないない。いや、なーない。ほぼないとし。え、待って、ゲームかな。ほぼないとし。何も追いつかない。オッケー、まあいいや。オッケー。オッケーです。オッケーです。いや、まあだいぶ簡単に書きやすいキャラにしようかな。まあ。無駄なものがあまりないキャラ。あー、そうきた。あー、そうなー。ギリギリ知ってる。あ、待って、ちょっとか、あー、なんなんだろう、うろ覚えすぎる。俺もやばい、これは。3年ぐらい前に。え、なんだっけ、え、なんだっけ、あんまわかんないんだけど、これ。こんなんじゃなかったっけ、こいつ。え、なんか、こんな感じだったなっていう。いや、待って、覚えてない。誰こいつ。なんだ、なんなんだろう、これ。いや、なんか嫌な予感がするな。なんか、俺が書いたものみたいな予感がする。誰こいつ。誰こいつ。え、わかんない。え、覚えすぎてやばい。いや、わかんねえよ、これ。むずっ。いや、無理っしょ。やばい、待って、あの、ちょっと待って、私このゲームやったことないんだよな、多分。俺もこれない、やったこと。なんか別のゲームでこのキャラは出てきたけど、そんな使わない。いや、待って、そいつ覚えてないから俺分かんないんだけど、こいつ誰か。あ、何だったっけ。誰、なんだっけ、なんだっけ。なんか青色だった気がする。青色だった気がする。青色だった気がする。何なんだ、青色。青色じゃなかった。え、いや、なんか、え、私、え、覚えてない、これ。え、なんだっけ。あ、なんか足が若干ドラえもん見たくなっちゃった。まあいいでしょう。あー、ちょっと待って、やばい。あー、待って、やばい。やばい、ちょっと待って。あ、待って、やらかした。やばい、やばい、やばい。オッケー。おぉ。おぉ。なるほどね。わかる、わかる。やったことはないけど。変わってくれ。実況とかは見たことあるかもしれない。これはまあ、わかるよ。わかるけどさ。わかるかな、俺これ。いや、多分こういうことでしょ。え、多分こういうことでしょ。これ。あー、これ。わかるわかる。やっぱ、俺これなんかスイッチの発売の時に、おぉ、ゲーム実況ちょろっと見たくらい。おぉ、あ、伝わるんだ、これ。いや、まあ、なんとなく見たことはありますか、ね。なんか、アイロンの忍者のボムみたいなやつしか思いつかない。それ。そう。で、うろ覚えすぎてわからんかった。私もわかんない。いや、これあんまり見たことない。いや、でも、ネクタイは知ってるじゃないですか。うん、ネクタイでなんとなく分かったけど。じゃあ、多分うんちみたい。なんか乗っかってるみたいに。ねえ、なんか乗っかってる。あ、うちのカービィ。うまいな、なんかちょっとうまいな。ああ、なんかちょっとうまいな。今回なんか成功してるけど、なんか、うん、失敗寄りの成功だね。